愛のセンスさん、タラチオさん、はい、トリピスさん、今回ね、マジの神ゲーを追ってきました。適当な関係、危ないよこいつら。そうだよ、ね、適当な関係だったらもう対等な関係にならなきゃいけないから、こいつも背中でさ、ね、こっち差し上げて、それで痛みを消す。まあこいつら二人ともトゲあるじゃん、うん、まあ、そんな感じのもう共通点を探すゲームなんだけど、はい、適当な関係だから、まあ俺らみたいな関係ですよ。なるほどね。簡単な猿でも分かるルール説明、助かる、そこに1から11の番がありますね。見てください、こんなに無限にめちゃめちゃあるやん。これ写真なんですよ。こんな感じで裏と、表もあって全部で300枚あるんだけど、300枚、まあ、これランダムにできます。まあ、例えばなんだけど、はい、並べていきますね、はい、コンセントあったら1、浮き輪だったら2みたいな、そんな感じでね。ああで、こっからもうアイゴリとタラチオに配ったんだけど、ありませんか皆さん。あるね。1から11のカード、これでこの11枚のカードだから5組2枚のペアを作ります。適当な関係でいいです。サボテンとハリネズミのように針があるからってことで、はい、例えばピザとソーセージってなんか肉肉しいし、デブデブデブしい、そうデブデブしい。これもトリッピーだろ。やめろ、ピザもトリッピーやめろ、やめろやめろ。そしたらこれが5番と8番を、うん、まあこれを俺は裏返しでね、誰にも見せないようにこうやってやる、うん、このペアを5個作るんだよ。あ、コンセントとゲームでしょみたいな。なるほどね。これだったら電気ね。だったら1番と4番をこうやって裏返しにして、はい、後半はさ、もう無理やりよ。適当な関係でいいから、頑張る。色が似てるからとか、うん、形が似てるからとかでもいいから、はい、5組作ります。で最後に1個だけ余る。余る。全員がそれ終わったターンに、じゃあ俺は5と8やりましたみたいな、はい、答え合わせのターン、はい、で、アイグリとかタラチオも5と8、あ、俺もこのやつあるわって言ったら、うん、その人たちに1ポイントずつ。なるほど。だから、ね、みんなと感性は同じじゃないといけない。合わせなきゃいけないの。合わせなきゃいけない。お前らみたいな気違いに俺みたいな常人が合わせなきゃいけないってこと。逆、それって難しいですよね。逆これ理由は合ってなくてもいいってこと。あ、理由合ってなくてもいい。数字だけ合ってる。これがこのペアが同じだったらよくて、どこまで動画でするか分かんないけど、このルールは4ラウンドした合計点。なるほど。で、まあ例えばこれで全部やるじゃん。全部の確認を最後に集計ターンでします。で、1枚だけ余るじゃん。これはパッて見て、じゃあ俺7が余ったわって。これが余ったら、最後に余ったやつも見せて、例えばタラチオと俺が余ってたら1点。だけど、最後はこれ腐ったリンゴっていう名前のカードで得点は2倍なので、タラチョウと俺がやったら、あの当たったら俺らだけ2点、はい、よりは0点。3人だったら、もう3人だったらもう全員3倍だから3点。ルールは分かりましたか。大体分かりました。まあ、そうですね、簡単ですもんね、はい、これ猿でも分かりました。猿でも分かりましたね。足引っ張んねお前ら。ああ、やろう。じゃあでもさ、これよくあるのがさ、ルールが根本的にちょっと間違ってるっていう、お前が一番猿っていう問題があるんですけど。この前ゲームの呼び方間違えてる。じゃあやるか。お前が一番猿なんで。はい、じゃあ、適当に、はい、配る猿、はい、じゃあ適当に並べていい、はい、こんな感じかな。おい、トイレはセンシティブだろ。そんなことはねえよ。これさ、意外といけそうじゃない？もうちょっと難しくする？トランペットだけ禁止。これぐらいにしとこうかな、はいはい、ちょっと難しくしようぜ。これが制限時間ってこと？そうです、今からこの制限時間内に、例えば2しか作れなかったら、うん、それしかもう出せないってこと？そう、もうそれも無理やり作ってほしいから。あ、なるほどね。絶対5組は作らないで。あ、なるほどね。無理やり。じゃあ、1回戦目やります。よーい、スタート。はい、任せてくださいよ。考えて。え、無理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 。あ、でもね、俺わかりますよ、これ。お前らみたいなパンピーの思考。さすがに、ちょ、お前らはひねんなよ。ひねんなよ、確かに。ひねる必要ないからね。これとこれ絶対そうでしょ。これで3点取れなかったらやばい。お前らの気持ち読んでやるよ、俺が。俺も読んでやったや。え、俺さ、神だわ、これ多分。俺多分神。多分俺に合わせられなかったやつ全員猿。いや、こうっしょ。俺結構悩んでんだけど、お前らすごっ。絶対こう。じゃあ絶対これ、絶対これ。時間切れ、時間切れです。待って待って、ちょっと待って。泣いてる。おい猿、早くしろ猿。あ、やべ、俺時間切れた。はい、これ終わった、終わった、これ終わった、終わった。じゃあ見ていくか。じゃあアイゴリ自信ありそうだったから、アイゴリ絶対これはみんなと合うだろうってやつから出してですよ。絶対合うだろうってやつね。ああ、これでしょ。1と10。おいあ、待って、1と10は、そうするとみんなに1ポイントずつ。あ、そうだね、これはもう全員1ポイント。はい、ありがとうございます。全員1ポイントでございます。3点ずつ入ってるからこれで。はい、じゃあ2組目いきましょう。じゃあ俺行こうかな。俺も自信ある、これ。4号。うぃー。生き物。ないや、距離。あります。あ、危ない。はいはいはい。危ない。じゃあここもみんな3点だね。こっからだよな。こっからだ、マジでこっから。正直。こっから人間出んのよ。じゃあタラジオ、お願い。これはあるでしょってね、行くわ。うん。はい。2と9。は？2と9。うぃー。2と9です。2と9。いや、両方多分ヨドバシにありそうだ。なるほど。俺は黒だった。黒で、メカニック系。手軽なメカニック系で黒。確かに、確かに。っていう理由だった、俺の中では。確かに。おいおいおい。おいおいおい。確かに、確かに。ずれてる、ずれてる。また、ずれてる。じゃあ、僕もいいですか。僕、ここと点取るときついです。37。池、茶色。37。オッケー。やべえ。よっしゃ、アイグルナイス。アイグルナイス。みんなと。
感性を合わせています。ずれてんだよなお前たちって本当によやめてるんだよな。あいつうめえぞ、あいつうめえぞ。ただちょうど俺今同点だから。そうだね。はい、じゃあ次です。俺もラストペアなんでいいですかこれ。はいよ、言っちゃって。僕11-8です。11-8。おー、お前やる。キャノンキャノンみたいな。あ、ほんまや。キャノンキャノン。俺なんかあの日本になさそうっていう。なるほどね。キャノンキャノン天才じゃん。俺キャノンキャノン。キャノンキャノンね。それ天才だ。天才でしょ。アイゴリすごい、全部得点取ってる。あと腐ったリンゴ次第です。あ、そうだね。私はこれいく。まあ一応言っとく。うん、オッケー。俺最後の6-7だね。6-7が、まあ、で俺はないと。絵で使いそうだみたいな。絵で6ないと。確かにここもあるか。そう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 。俺はもうこれちょっと適当にやったんで見ないでください。恥ずかしい。じゃあ最後のラスト1枚腐ったリンゴ、はい、せーの6-9。これ9だ。全員ダメ。全員ダメ。お前らほんまに。こんな感じの、じゃあ早かったからやっぱ残り3回やろうか、はい、やりましょうか。それの合計点数で現状は俺の字汚いけどトリッピー8点、アイゴリが12点、タダチョウが10点。じゃあ2回戦目やろうぜ。やっていきます。さあこんな感じでございます、はい、うわくそー、青っぽいの3枚ある。もう何これ。もうだから普通でいいわけよ。普通にしたって普通でいいわけ。普通で。いやもう分かるだろお前ら。普通でいきましょう。お前ら頼む。よーいスタート。確実にいく。こことここはもうポイントポイントポイント。こことここはこれだ。決めるんじゃないお前ら。こことここはこれ。あったわ。残り5枚で今俺の手が止まったわ今。あ、俺天才かも俺。いやお前が天才でもな、意見が合わないと。そうだよ。お前天才になれないから。あの、誰か助けて。ちょっとお前らに合わせるならこっちか。いやもう時間ない。お前らに合わせる。終了です。あ、終了。終了。終了。これこれこれ。マジ悩んだ今。じゃあ行きます。はい。じゃあ俺から言っていいですか。いいよ。どうぞ。自信があるやつ。僕は食べ物に注目しました。はい。1-2です。やっぱそうなるよな。そうだよな。1-2です。1-2だよな。これでいいのよ。あ、そうそう、そういうゲームだから。意外性いらねえからな。みんな多分高得点取って終わろうぜ。いらねえから。気持ちよくなろうぜみんなで。じゃあ次アイゴリ一番ちょっと自信あるの言ってください。僕っすか。はい。10-8ですね。なんか建物白っぽいつながりで10-8です。さあ、年こいたな。これ逆にタラチョウと俺合ってる。あ、だよね。多分合ってるよね。じゃあ俺ちょっと八があるやつ言っていいですか。そう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 。これがなんか外国的な雰囲気で8-7。うぃー。ありそうじゃんこの宮殿にこのやつ。まあなんか砂からどっちも作ってるというか。ああ、そういう感じでもないよ。俺だからお前らみたいな異常者たちとできるやつだな。お前が異常なの。全部狂ったな。ずれてる人置いといてさ。あ、そうだな。いい？ちょっと世界観共有していこっか。いや、共有しよう。大事大事。上がれ。いくよ。6-11。6と。シルエットがね。あ、まあ確かに。お前合ってないってなると。ちょっと待って、ちょっと待って。トリッピー。6-11。まあ。コーラのやつがピンと似てる。やっぱね、フォルムだから。ありよ。ないよ。6-11。でも俺、これね、最後まで悩んだよ。ちょっと待ってくれよ、お前ら。全部狂ったお前らのせいで俺は。はい、LINEできました。自信あるのは言っていいですか。いいっすよ。空3つあったじゃん。空、そう、空シリーズ、空シリーズ。で、どれを外すかっていうのが大事だったじゃん。それなんだよ。俺は逆に外したやつとペアになるやつが1個あったなって思ったから、これをペアにしました。3号。おやおや、トリッチさん。これは、何のセンスだよ、これ。こいつ、ゴミっす。こいつ、ゴミっす。はいはい。こいつ、ゴミっす。はい。タラチオさん、僕、見込み違いだったよ。93なんですけど。はいー。93なんですよ。93なんですよ。やっぱ、空の面積の広さ。俺は。そういうことだ。空の面積の広さ。ちょ、タラチオはほぼノリだね。空っぽいな、俺。俺はそれだったな。じゃあ俺これ絶対違うじゃん。俺は残りの9が4の A 描くときに乗る木の感じ乗るやつみたいな A セットで9と4を入れたんだけど、これは違うと。じゃああとはアイグリとタラチョウが合うか。僕はもう多分合わないですね。合わないね。タラチョウの見よっか。俺っきりで、いや俺もこれ本当にもう最後まで自信なかった。5-10。これとこれ。俺10出てるからな。俺は5-11だったな。あとはまあ6-7。庭先にあるかなみたいな感じで。ああ、まあゴミですね。これで合わせて茶色茶色じゃん。木っぽかった。最後の1枚、最後残ったのは10-4。はい、素晴らしい。これがあるからわからない。神ゲーだこれ。はい、ということで今のやつがトリピ8、違ったらごめん。アイゴリ7、タラチオ11。いいね。はい、それじゃあ3回戦目、お前を並べろ。適当に出すから。いいメンツよこれ。あ、やばい、動物が多い。これ簡単よ。いやもうこれお前ら、これお前らダメだったら、お前ら何ができるんだよ。はいはいはい、いきます。せーの、スタート。まずはね、ここでしょう。まあ俺もここかな。これずれるわけないよ。これはずれないってのがあれば。これ外したらもう人間じゃない。俺とガチで
いやでもサイコパス一人いるとちょっと一個むずいなあるな。そうなんだよな、サイコパス一人ね、そうサイコパスがねやるかもしれない組み合わせだよね。一瞬考えちゃったわそれ。俺しか余るもんないぞ。あ、わかっ、俺サイコパスの名前だよ。わかるわかる、それだ、それだ、わかった、サイコパス。サイコパスがねやるんだよ。じゃあ行きましょうか。絶対行きそうなところから俺行っていい？いいよ。じゃあ食べ物シリーズ。あ、サイコパス。そこ。もうサイコパスだ。マジどういうこと？見せな見せな。え、これとこれ。あーもうおしまいだ。あーもうねー。思ってたんと違うサイコパスなんだよな。あ、そう、俺はこのパターンだ。このパターン。いやでもさ、この中で一番違うのはこれでしょ。いや悩んだけどね、俺一瞬。あ、これと合わせたってこと？でも猫じゃん。俺はそれです。1と11。そうだよな、悩むよ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 。いやいやいや、これサイコパスじゃないから。ちなみにサイコパスだから結構いるよ。サイコパスだよこれ。じゃあちょっと待って、俺もう一個サイコパス答え合わせしていいか。あ、何それ。普通の人は2と3にすらざんだけど、これはい、2と3です。あ、2と3じゃないです。ほら俺あって、うん、お前さ、2と8入れてない。ほらほらほらね。え、どういうこと。だから、いや、動物がまず3匹いるじゃん、うん、だから、ここで仲間ハンドル探さなきゃいけないの、うん、だから、あ、これは鳥でやれるって思って打ち抜くと。そうなんだよ。そうしたら、俺これは発想なかったから。そう、こことここで合わせて、こことここで合わせればいいみたいな。サイコパス。そうだ、サイコパスなんだよ。サイコパスだ。だって余るやん、これ余ったら余らせればいいじゃん。余らせればいいじゃん。余らせればいいじゃん。もうお前読めてる、読めてる時点でお前ダメだから。分からんわ。じゃあ1と3違うんでしょ。ちょっとだってもうここで購入ちゃったら、うちは普通のから行こうよ。普通のから行こう。絶対これ、うん、絶対の70。あ、そうだろうね、はい、ここはね、ここはさすがにね、サイコパスで。いや、まだタラチオとアイグル点数高すぎ。俺らもう今のところ全問よ、うん、俺じゃあ先に、はい、64ある。あ、64あります。あ、あるある。俺はね、常人よ。あ、確かに。俺常人よ、文房具系ね。じゃあ残りは、俺らは多分一致してるはず。9、9、8。えぇ、すごっ。俺は 色系でいった、ね、色系と道具みたいな感じで、うん、なんかシルバーっぽい感じで。そうそうそう、すごっ。お前が見出さなかったこれ。お前しか見出してなかったこれ。ってことは、つまり俺らは一致するっていうことなんですよ。サイコパスあぶり出しゲームです。このゲームをやるとサイコパスの人が浮き彫りになる。あぶり出されます。皆さん気をつけてください。はい、いや点数高い。アイゴリのタラチョ14点。やった。さあ俺6点。アイム選手、これだから読まないといけない、犯罪者の心理。犯罪者、そうだな。こいつに、こいつに合わせないと。そう、犯罪者よ、犯罪者じゃねえわ、俺。犯罪者を、サイコパスに合わせなきゃいけない。ほんと嫌だわ、俺。引っ張られるよね、なんか。あ、まあこんな感じで、ボールからの、なんか水、うわ、これ、水を出してる。これ、何しとる、これ水を出してる。何しとる。鼻うがい、鼻うがい、鼻うがいしてる人。やばい、俺サイコパスになっちゃう。やばい、これ、俺、サイコパスわかった。サイコパスわかった。これだ、まずサイコパス。俺、トリッピーを知る。これ、これサイコパス。すっごい。いや、俺逆にそれが不安じゃないから。いや、お前はあ、お前のままでいればいい。お前は、お前この結果にたどり着いてくれるよ。そうそう、俺もう普通だったら今やらないこと今やってる。うん、お前らが言ってるサイコパスがまず逆に分からんから、俺一人だけ逆に外して。え、やめようかな、じゃあ。え、マジどうする。え、でも俺はもう言ってるばっかり。そうだ、そう。え、自信あるのみんなある、どれか。ないよ。ない、ない、一つもない。あ、でも一個だけある俺。これはまあ一応法則じゃないの、うん、はいはいはい。え、2と3これ。え、まあ俺ね、そこサイコパスに走っちゃったんだよ。あー、マジ。俺ね、いい、これね、多分お前、まあ、トリッピーとは合わないかもしれない、まあ、俺かなりサイコパスになった。2と5。2と5。あ、2と5。おー、やばい。サイコパス。なんで水出てるからさ。水だから、鼻うがいのつながりで、これ鼻にこれを突っ込むみたいな感じだったんだよ俺の。最悪。最高だったから。最悪、お前ら。水系だからってこと。正直ね、これマジで自信ないやつがあるんだよ。8番逆に何でした。8-3にしちゃった。8-1かな、俺はボールだな。あー、バスケットボール。俺86だわ、青空バッグ、うん、あ、それも名前が入った。でも確かにバスケ詳しい、まあ、する。そうだね。でもね、それ最後にテーピングも出てきて、いいから、テーピングが。あ、それ無理だ、無理だ、もう無理だ、まともだね。じゃあもう全然違うわ、ずれちゃうな。あ、でも俺めちゃくちゃずれたわ。でもアイゴリとこれはあるかもしれない。いや、完全これだ。ここさ、これにしたじゃん、うん、人3人いたじゃん。はい、そういうことじゃないの。71です。よーし、ありがとう。俺71。おー、いいね、いいね。1シリーズね。1シリーズはいいね。1シリーズは全員3点。俺のサイコパス見てていい、これ。いいよ、これあんじゃないかと思って。4と10 4と。違うんだな。10トリガスリーだったら、そう、あの、刺したのは。あ、なるほどね、それ、そういうコマチョウに。ないない、俺、合ってないけど。ダーツとか、なんか、ちょっとビリヤードの玉的なやつで、なんか、こう余り物で入れちゃったから。41だわ。ないね。ないよね。全然合わんね。でも、合わないじゃん。最後も合わないね、多分これ。
俺もこれ最後は絶対無理だ。6、9はもう残ったね。俺も9、4と3、6もうあまりに1、5あー、ないね。これあまりもないから一応見てよ。せーの、10。サイコパス心理学者です。サイコ心理学者が最後やばい。いや、普通に行けばよかった。難しかった。俺なんで難しかった。トリッピーがいるからなんで。この場ということで、結果が出ました。このターンはアイゴリが7、俺が7、タナシゴ3ということで、今回の結果はトリッピー29点、ビリー、タナシゴ大野選手はタナシゴ38、アイゴリ40。犯罪者の心理を読みくらった俺。お前やばいから本当に。マジで。俺とタラチオでやってたらもっと合ってたんだよ。そうだ。お前イレギュラーすぎよ本当に。お前に壊されたんだからな俺は。マジなんかね、納得できない今日の。なんでだよ。こんな感じになると思ってなかったから納得できない。ボケててさ突っ込まれたら気持ちいいけどさ、ボケてなくて突っ込まれたら一番。まあでもおもろかったね。おもろかった。また人数増やしてやりましょう。やろう。というようなゲームでございました。お疲れ様です。お疲れ様です。サイコパス炙り出しゲームです。最高のゲームだこれ。